今回はお疲れちゃんですラップです。あれちょっと、ね、今の初っ端のねあの挨拶あのみかんさんですね。はい、そしてお疲れちゃんゲフコッカーゲフ、それと天ごとです。はい、というわけでまあねあの僕の部屋にねちょっとみかんさんと天ごととまあコタがいるんでね、はい、ちょっと初っ端のねね、えぐい挨拶があったかもしれないんですけどまあそれはね関係なしに今日はやっていきたいと思うんですけど、はい、今日使うデッキはですね、こちらねもうえぐいです。レイジ、メガナイト工場でなんか墓石とか、はい、ファルチが入っててもうね、うん、えぐいデッキですね。えぐいですね。なんですけどこちらね、海外のプレイヤーが12勝してました。というわけでまあ僕、はい、こういうのね意外と得意なんでね、変態ゲッチと、まあ、僕でも順調できるんじゃねってことでおやっていきたいなと、はいはいはい、思います。まあ、なんかレイジの使いどころとかですよね多分鍵になるのが。でなんかドラえもん坊やさんがいるんですけどまあ多分コメント欄で似てなさすぎワロタかえおーおー似てるめっちゃ似てるの二択だと思うんですけどジャイアンはね結構スネオ行きましょうスネオこの英雄千人用なんでいや、無理があるドラえもんがいるドラえもんクギョは無理がある混ざっちゃってますねこれペッカじゃないこれもあのこういうのにギャンギャンレイジしていきますねよいしょあちょっと雪玉はこれちょっとやりすぎましたねパッパラパッ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 パまあ気にせずね、やっていきたいなと思います。結構懐かしいな、なんか。ドラえもんね。ドラえもん。ドラえもんよりでも僕は会った時、しんちゃんの方が好きでしたね。若げ、俺もしんちゃん派が。でもみかんさんは僕ですか僕、セーラームーンですね。あー、新しいパターン。なるほどね。ちな、テンゴットは、あー、なるほどね。じゃあ、ドラえもんのモノマネ得意そうじゃん。やってよ。じゃあ僕プリキュアですね。プリキュアかハピネスチャージプリキュアチャージですね。いやー分かんない。ハピネスチャージではないけどプリクラはなんか見てましたね。プリクラかよ今プリクラプリキュアかプリクラちょっと待ってミスったミスったそういうこともありますねやっぱプリクラやっぱ JK してると普段 JK してるとこうなっちゃいますねハピネスチャージしてましたね毎週。ピネスチャージじゃなかったなぁ。ポケモンの前にやってたのを覚えてるくらい。プリキュアこれもギャング無視してゴリリたいと思います。なるほど。でメガナイトだったんでちょこっち側にねやっておお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 ホグはホグはねまあキング起動してるんでね軽く抑えれます。でこのメガナイトも、まあ、一発ぐらい受けてもいいけど多分受けないですね。ういこれすごいねジャンプしてる途中でも引き受けちゃうっていう関係ないですねジャンプとか。これもガッシュを食らわない。あでもまあまあまあ。でこれもメガネットで踏んじゃって、もうね右側折れてますし、多分適当にレイジして、あとはスキャミがいるんで、はい、これ工場からのこの辺にね。レイジあるからこれ結構レイジかかめるってわけではないんですね。まあねまあでも言うてここの辺にね。おれ。ちょっとあの。チンパンが過ぎるよって感じなんですけどもまあ勝けばいいけど勝てばいいですけど勝てばいいですからねよいしょおられちゃうよおお最後防衛してまあねなぜ勝ったかそれはですね分かんないんですけどあなたのうまいその通りあざっすまあねそういうところですね、まあ、レイジをまあ基本的に多分工場バーバリアンに刺してもレイジを打てば多分その突進が絶対入ると思うんではいはいはいあとちょっとダメージ削りたいなっていうところでは工場バーバリアンとかにレイジを打ってもいいと思うんですけど多分、まあ、やっぱファルチェの火力やっぱ高いでメガナイトもそのやっぱ厄介だと思うんでメガナイトファルチェの形作って、はい、そこにレイジ打つだけで強い相手はね結構苦しくなるんじゃないかなと思います。まだ適当なこと言っちゃってんのかいやいやいや今の式は何にも言ってないいつも言ってないっけよね。まあコタいつもなんかねそのあー僕もそう思います僕もそうだと思いますとかそうなんじゃないんですかみたいな。コタカラスは白いよな。いや、いや黒いっすね。
あ、珍しいですね。こういうのに反論、コタはいつも、まあそうじゃないんですかみたいな感じで返すんですけど、今日初めてね。いやいやいや。てか今まで初めてこう否定をしましたね。いや、価格は違います。カラスは白いよな。白だよな、まあまあ、カラス。たまーにいるかもしれん。たまーに。弱すぎだろ、マジで。これファルチェバルーンかもしれないですね。なんで、墓石とコウモリで、はい、逆サイバルーンキスは釣りたいですね。まあ、コウモリがね、秒下ザップ掲げる9号、相手の反応次第、早い。いいザップ。ここは、おお、雪が真っ赤か。よいしょ。わ、でも、うー、強っ。ファルチ。お前も使っけるかよ。ファルチ、ちょっと強いですね。ディガー来たら美味しいけど。たまにか、キング治療できない。ああ、できるね。たまに行くけど。確かに、狙えばよかった。秒下。ね、ファルチェてかコウモリはまあ正直あの対空なんですけどザップ打たれちゃうんでないようなもんなんで、うん、ファルチェはねあんま避けたくないです。お今すごいすごいことになっちゃってますけど、でファルチェはできるだけ使わずに行きたい。なるほど。ポケティはポケティは使っちゃっても大丈夫。まあ雪玉あるんでね、ファルチェと雪玉あれば守れるよねっていう。でこのバルキリーに本当はファルチェ合わせたいんですけど、まあ目がないところ行きます。そしたらまあ逆サイね、バルーン来てもファルチェで守れるよっていう感じですね。同回帰化がもう美味しいか。結構ねなんかレイジも工場バリアも攻めのカードなんで、はいはいはい、その防衛が思ったよりもやりにくいと。防衛がちょっとね大変になりますね。これもあのトリトンでファルチェを引き当てっけ、よいしょ、ういからのレイジですね。来たこれ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 もうこれこれこれ相手はからのしかも全然なんだけど、いけ、おい、おい、来た。待って、いていていて、左に手前は痛いけど、一回ね、ちょっと許容して。ファルチェが、ああ、惜しい、入んない。よいしょ、これ今、アド取ってるんで、後ろから組んで。よいしょ、これ多分ルート強制できてないな。うん、できてない。こっち側の墓石で釣りつつ、こっち、攻めにね、つなげるファルチェですね、これで。なるほど。このまま。で、トリトンで引っ張りたいですね。で、レイジでポンと。で、レイジでポンと引っ張りつつ、からのもうね、あとはもう振る振る、おれ、うい、おれ、もうこれレイジ、これ気合い、これ意外です。多分普通にレイジかかってなかったら多分トルネードプラス今ザップとかで全部ね、あのうまくね防衛回避か全滅だったと思うんですけど、このレイジのね火力によってワンパンと、ワンパンね、これ結構いいですね。リーグでも使えそうかも。確かにね。実際12衝撃が強いんだよ。今僕結構嘘で言ったんですよ。リーグでも使えそうって。まあ、使えるわけないじゃないですか。おい12衝撃って何こんな弱い口を紹介してるのか、お前は。そういうんじゃないけど。紹介してるんでしょ。いやけど、コタは、うん、確かに使えそうって言ったから、コタが使うかもしれないですね。何でも。いやいやいや。違うじゃん。お前、俺を騙そうとしたのかもしかして、今のは。騙そうとしたわけではないんですけどね。いやいやいや、違う違う。今度クロス来ましたね。違うんすよ。よいしょ。じゃあ、これちょっとあの、怖いんで、レイジでね、逃げます。気合のレイジで耐えます。よいしょ、レイジあげばどうにかなる。オッケー、レイジのおかげでまたやりますね。まあ2個数なんでね、結構気楽に割いていってもいいと思いますね。普通に工場バーバリアンプラスコウモリとかにも。確かに2個吹き考えるからね、軽いね。うん、ケフが回すにもなるし。そうですね、うん、なるほど。で1回咲きつつ、まあ墓石から入っていきたいですかね、はい、結構テスラも、はいはい、あるんで、相手がクロスボデッキなので防衛が硬いんで、こっちとして受けから受けから行って狙っていきたい。なるほど。まあ黒クボウの受けがねちょっと強い。そうですね。でこれは、まあ、防衛クロス立てられると壊しに行かないと、壊しに行けないと、ね、そうですね。でこれもレイジ使ってあのクロスをねちょっと壊したいですね。おお、いいアイゴゲ。でこれアイゴゲちょうど消えるんで、このコウモリが多分相手は止められないはずなんですけど、あのこれ500入る。でかいけど。けど、このね、防衛クラスが残ってるとなると。残ってしまっている。そうなんですね。これちょっとね。この2周目チャッキーを。あ、ちょっと待ってて。バッテリーが。あ、待ってやばい。あ、相手これ、今入ってなかった？
わけないの。入ってるはず。今なんか殴らなかった気がしたけど入ってるよねこれ。気のせいだよね。危ない。メガナイトで受けつつ、これファルチェでね壊します。でもレイジ打っていいと思うんですよね正直。これで過剰防衛させてエリアドを取りたいっていう。まあけど相手は回転が速いんで、もうこんなのもね全然守れちゃうっていう。今回2周目クワクが左の構え、おおこっちかーい。これファルチェがね、あファルチェが今暴走してる。ファルチェ2発でね、なんか半分以上ね、ほとんど削るんでね。うん、よいしょ。これトリトンも優秀と。で、ここでコウモリでこのテスラを壊しつつ、壊しに行き、このケツファルチェした瞬間がちょっと怖いですけど、まあ。いやこれですねマジで。ここのあのクロスこれ右側に工場出しちゃうとファイバでねあのやられちゃうんで、これ左側に工場ババリアン出して、なるほど、真ん中のいい感じで、ここでなんかね真ん中にこう全部レイジがたまたまかかる、けどいやでも若干怖いけど、おお500、ここファルチが500、この500でかいですね。おお惜しい。次来てもまたメガナイト受けからしていきたいですね。これ川ガメージ下げて2発入ってるガチだからね。確かに。確かに。やば。やばいよな。ファルチ2発で今。これあの工場で受けて、工場じゃねえわ。メガナイト受けて。これで工場刺しつつ、もうこれは多分気持ちね。マジでこれカード回しですね。次のメガナイト。おこれ見て、ファルチ。ファルチが入った。ああ。起きた。入った。ファルチ3発。もう一発？ファルチ3発で削ってる今。クオファゲチゲッティもしかしてすごいな。そうですね、やばい、マジでファルチェでしか削ってないですね。偶然入ったファルチェが、偶然入ったファルチェが、すごい。でこれはまあ硬い作りつつで、あのねまた防衛クロスが残っちゃうと厄介になるんで、はい、ここで工場ババリアンこっちに使って防空を壊しに行くと。でもうレイジこっちに今回使いますね。あの確実に壊すために、そうちょっとレイジであの防衛クロスが残ると、厄介。いやでも結構残っちゃいましたね。あこれずれてないか、大丈夫、この位置入ってるな。これまあ受けて受けて防衛クロスが早く消えないかなっていう、ね、そうですね。なので低めで受けますね。防衛クロスとか残ってる時にユニット高めに出しちゃうと、こういうテスラとかでもね壊されちゃうんで、ああいう施設がいっぱいある時は低めにねユニットを出して、まあ、時間稼ぎですね。なるほど、守れるな。結構守れますね。まあ、問題はあと980どうやって削るのかっていう話なんですけど、おおまたファグチが吹っちりますね今日のファルチは。フチファグチが、いやベリこれ多分トリトンで多分守れると思うんで、はいはいはい、あの許容して後ろからメガナイトで固い作ります。よし、これはもう勝ちに行く流れですね今。引き分けちゃもう終わってないと、まあ、引き分けなんかね負けと一緒ですね。知らんけどね。これ交渉でいくつ、これレイジもやって、おー来た、これ行くしかないっすよね。イケイケどんどんマジで。ケイシュアンカリカン前プチケ、おこれあれくれ、おれおれ、あ待ってファルチェ、お前フチレ待ってやばい、負ける、防衛がやばい。これでもファルチェが一振り、うーよいしょ、あったよこといけない。あと480がねマジで削れないっすよ。残り1024こっち、さあやばい、あ待って出しちゃった、やばい、間に合わない、危ない。これもやばい、一回耐えますよ。アイスピがあるからさすがに止まっちゃうと思うんですね。あーこれな削り。ちなみに引き分けはマテガシング。おい拾っていくんじゃねえよ。これでもね勝つためにはアイスピを使ったワンチャン。ゲージゲ。え？うわ惜しい、勝てたー。だけど敗北安いね。うるせえよ。まあでもね、バットついてないんでね。はい。グラチャレだとね、ノーカンですね。はい。というわけで、今日ね、こちら、レイジーチンパンデッキ、まあ変なデッキ使ったんですけどね。はい。結構ね、強いか。使い勝手がいいかもしれないですね。しかも、トロ4000とか5000とかだと、結構ね、ゴリ分けちゃう？その、ネクロとかウィザードとか、範囲攻撃が多くて苦しむトロ対。うん。トリコンかメガガイク、ファルチェが全部刈り取るっていう。そう。でそこに対してそうですね、これメガナイトファルチェ、今コタが僕が言おうとしたこと先に言ったんですけど、ね、あれ結構いいと思うんでね、ぜひ、はい、まあ、トリトン持ってなかったらまたまた難しくなると思うんですけど、うん、なんかねまあレベルなくてもトリトンぶっちゃけね、そうちょっと強いし、まあ最悪ねなんかダックペリとか、まあまあね、そういうのにね変えちゃってねいいんじゃないかなと思います。というわけでこちらねぜひ試してみてください。では、はい、概要欄にね、まあ、ドラえもん
さんとドラボーヤさんと、はい、コタのね貼っておきます。ありがとうございます。ミカエモンです。ミカエモンですね。ミカエモンとコタジロウですね。はい、というわけで、ね、ああゴッドくんも貼ってきます。おー、優しい。シャーナシゴッドくんで、ではお疲れ様でした。